おばさんがいてくれたら楽よ。おじさんの単身赴任早く終わらないかしら。3年1組の時和さん、至急職員室までお越しください。今の教科だったわよね。生徒会長って大変なんですね。お昼休みまで呼び出されて。そうそう、そんな面倒なことやってるからタダで使われるのよ。でも呼び出しなんてめったにないわよ。コウスケは心配じゃないの？信じることも友情ですものね。プライバシーの侵害ってこともあるし。でも私教科の様子見てくる。おせっかいもほどほどにした方がいいんじゃない？誠は人に干渉しすぎるのよ。そこが誠ちゃんの魅力でもあるんだけど。ってことは、美穂も私のことおせっかいだと思ってるのね。今日の誠ちゃん、怖い。コウスケは？おばさんの代わりにご飯作ったり洗濯したり、そういうのおせっかいだって思ってる。ああそう、じゃあもうコウスケの面倒は見ない。どうぞお好きになさってください。本心？どうだか。でも私やっぱり職員室に行ってくる。気になるんだもん。私も行くわ。今日は友達の直感を大事にしろって言われたから。先輩もついていくんですか？まことって昔からああなの？幼稚園の頃から隣の子の折り紙とか代わりに折ってあげるタイプでしょ。まことちゃんのおせっかいに迷惑してる人もいっぱいいたりして。確実に私はその一人ね。私は適当に楽しく過ごせればいいのに、まことのせいで引きずり込まれちゃった。千秋さんは転校慣れしてるから自分のスタンスがあるのよね。でも初めて同窓会に呼んでもらえるかもって期待してる自分もいるの。こんなの初めて。もう帰った後だったのよ。帰った？どうして？わからない。先生は心配ないって言ってたけど。だったら大丈夫ですよ。まことちゃん心配性なんだから。コウスケ、コウスケ、マコトちゃんが来てるわよ。
さっきわらび屋に行ってきたの。そしたらチンゴロウさんが入院したって。今日かずっと病院についてるって。明日も学校休むって。どうしたらいいの？いらっしゃいませ。あら、どうしたの？みんな揃って。どうしたのじゃないわよ。チンゴロウさん倒れたんでしょ？なんで働いてるの？だからこそ私が店を守ろうと思って頑張ってるんじゃない？そう言ってるんだけど聞かないの。いいのよ、もう持ち直したんだから。チンゴロウさんは京花の父親代わりなんでしょ？店のことなんて心配してる場合じゃないわよ。マリア様かわいそう。生徒会もお店もあるし、今度はマリア様が倒れたらミホ泣いちゃう。京花ちゃん、もしかしてお金のことが心配なの？よかったら相談に乗ろうか？もしかしたらジンゴロウさん悪い運気の中にいるのかも。いい先生紹介してあげようか。コウスケ君の言う通りよ。心配なんていらないわ。やっと落ち着いたわね。ところで、もうそろそろ一人に絞った？しっかり考えた？そっか、美穂ちゃんを選んだのか。美穂ちゃんは女性であることのプロと言えるからね。コウスケ君のことを好きだって言ってても、それを言葉通りに受け止めるのは危険よ。簡単そうに見えて案外強敵よ。いかにして彼女の本心を引き出すかが勝負ね。頑張ってね。よし、これからは実践に挑みながら格言を集めていくことになるわね。もちろんよ。彼女のハートをゲットできるように頑張りましょう。
お迎えに来ました。はい、だって今日はデートでしょ。待ちきれなくて来ちゃいました。迷惑でしたか。よかった、朝ごはん作ってきた甲斐がありました。朝とお昼2食分のお弁当を作ってきたんです。お昼を食べるところももう決めてますからね。みほね、動物園が大好きなの。なんでわかるんですか？嬉しい。みほと先輩似てるのかな。先輩、今度はあっちに行ってみましょうよ。他の女の子に誘われるかもしれないでしょ。じゃあ美穂とだけ初詣に行くって約束してくれますか。ありがとう。むにゃむにゃむにそうなの。蛇は嫌いでも蛇側は好きなのよ。美穂ちゃんは女の塊だから。とか言いながら今日でまたかなり美穂ちゃんにやられちゃったんじゃないの。惹かれるのよ。それで私も何度苦渋を舐めさせられたことか。
恋愛の格言に決まってるでしょ。いくら好意を見せてくれるとはいえ、最後まで手を抜かないこと、いいわね。本日の格言、小悪魔的な女に男は惹かれる。